こんにちは。えー、偉人の試練、えー、ローグとレア。えー、この二つを考えて、誰を使うと面白いかなと考えて、えー、今回は、ダンテを入れました。はい、えー、スティックスのダンテですね。えー、ダンテが赤英雄なので、 えー、赤単色でチームを組みました。何かと強い、えー、エリザベスとエミリオを入れて、えー、ダンテを、えー、生き残らせるために、えー、回復役にガーネットと、えー、挑発のハートの女王を入れています。相手は、えー、まず長飛がいますね。 えー、超比が真ナ速ですね。真納ですね。えー、セクメトさんが、えー、硬い硬い回復役で、また真納速ですね。後ろにクランパスが控えていて、さらに、えー、あ、アルベリヒとクンチェン。かなりこう、回復寄りのチーム構成で、 超、えー、飛をまず倒せたら、ねちり勝てそうですけど、どうですかね。相手はチームパワーが5200。あ、そう。はい、行きます。赤の数としては悪くないかな。けれども、アルベリッヒに、えー、赤を当てられない。 なんとか赤ダイヤを作りやすい形に持ってこれないか、えー、ではとりあえずここ行きましょうか赤6玉消せることは見えましたが2ターンかけて6玉消すよりもここは一旦賭けに出ましょう、えー、ここ行きましょうか ダメか2ターンかけて6玉消すよりもとりあえずここ行きましょうかちょいちょい振ってきてくれてはいるんですけどね あと一歩そこじゃないっていう感じが。<laughs> よしクンチェンは浄化持ってるんですよね。とりあえずエミリを使いましょうか。 ダンテをクンチェンに使ってクンチェン倒せないですけど、炎ダメージでクンチェンいけたらいいのにな。これで、これで、無理か。セクメトが打ってくる。えー、この赤りを消したいのを今はぐっとぐっと我慢して、 えー、クンチェンを炎ダメージで倒すためにぐっと我慢してここ行きましょうか倒せんのかそうか炎ダメージは無理か無理かそっかセクメトですもんねでは、えー、相手のクンチェンがスキルを発動する、えー 長飛も打ってくる。でもクランパスがスキルを放つ前に、え、雲を貼り付けてよかったな。2でガーネットを使う。さらにセクメトに対してハートの女王を使う。クンチんいけた。でもって、セクメトにこれでどれくらい迫れる 倒せませんハートの女王のミニオンが一発で行ったえー、では1で、えー、ダンテを使いましてあ挑発消えないんか あれバフを無効化する。あ、挑発消えないんだ。なんでまあ、しゃあない。え、それでは、え、エミリオンの回復も期待して、え、エミリオン使いまして。ここに赤いを振ってこい。そしたら空打ちで赤を消せる。消えせた。 えー、セクメトを炎ダメージで倒したい挑発があと2ターン1ターンハートのジョー耐えたえー、では2でガーネットを使って えー、よくよく状況を見た上でよくよく状況を見た上でえー、では一回空打ちしましてではえー、雲を貼り付けてよし。 エミリを使って、ハートの上を使って、復活。えー、空打ちで時間を経過させて、よし。今はアルベリッヒを刺激したくない。ここ行きましょうか。 よっしゃえー、<laughs> ダンテでクランパスの挑発消せなかったですね。えー、でもこれで、これで、えー、レアで勝てを、えー、完了です、えー。ローグはまたやっときます。はい、ありがとうございました。